これからこのキノコと野沢菜のニンニク醤油味のパスタ作ります。まずしめじ、これカットしめじ炒めます。こういうさ、すぐに使えるね、野菜があるから助かりますよね、本当に。今蒸らしてます。パスタ茹でます。今日はキノコが多いんで4人前ではなく3人前にしました。あっち跳ねた、暑かった。茹で終わったんでパスタ入れます。そうしましたらちょっとほぐしていきます。っていうのも本来パスタって6分とか8分炒めるんです、茹でるんですね。ただ俺料理しながら洗い物するんでどうしても伸びちゃうじゃないですか。なんでそしたらこっからじゃあタレかけます。よいしょ、あ、ごめんなさい、これが付属品のタレです。そう、タレにはね油があるから、入ってるから油とかあんまり引かなくてもいいですよね。炒めます、炒めますっていうか混ぜます。今タレ4人分入れました。そう、このねタレに入ってる油のおかげでほぐれてくれるから。返すのって嫌いなんですよね。よし、ではちょっと盛り付けます。で次に納豆かけます。和風なんで納豆が絶対合うと思うんですよね。そしたら付属の海苔をかけます。できました。キノコたっぷりの納豆野沢菜パスタです。ではいただきます。